こんにちは、はじめましての方ははじめまして。今日も姉妹で実況プレイをしようと思います。弟です。では手始めに目の前のショタをボコボコにしつつ学校を目指していきたいと思います。やる気満々だけど逃げてくれ。その後見つけたポケモンは片っ端に捕まえました。ギリギリね、この巣に入れよう。というか豚肉さんの火力が足りません。弱らせるとしてもこれは気が遠くなるな。それにしてもポケモンがいっぱいいるとワクワクしちゃいますね。わかる。後ろにもコダックがたくさんいるよ。なんだこの癒し空間は。そしてコイキングが浮き上がっているので助けてあげよう。助けるというか、これはラチ。こうしてどんどんとポケモンを見つけ次第ラチっていきました。ポケモンたちって急に捕まえられて困らないのかな。急に今までの生活が変わるし、家族や友達と離れ離れになるんじゃ。確かに自分だったらかなり困るかも。私は冒険大好きだけど、きっと私がポケモンだったら捕まった瞬間なるちゃん悲しむよね。いや別に。やっぱり悲しいよね。ずっとそばにいてあげるね。俺の言葉全く聞いてないけん。やばい、めっちゃ癒される。姉からのストレスが綺麗に吹き飛びました。ありがとう。ちなみにこれが2匹の間に闇があった時の写真。ダークにするのはやめろ。次の町のポケセンに来るとネモがポケセンの説明などしてくれました。 SV 派建物の中じゃないんだね。じゃあアニポケみたいにポケセンでご飯や食事が取れる施設はなさそう。どっちもご飯ですやん。なるちゃん、照り焼きアイスが売ってるけどどう？いや俺はいいかな。その後町の探索のご様子。映えるわー。やめなさい。ここの町の学祭たちはここから直接学校に通ってるみたい。ここなら確かに近そうだもんな。アメタマだ、捕まえよう。浅くても泳げなかったんだぜ。町を探索したので次は学校に向かっていくよ。怪しいおじさんに声をかけられました。このおじさん通りかかる生徒みんなに申し込んでそう。今度からこの道はやめよう。その後、地球を見つけたものの、倒してしまった。地球欲しいよー。強くなりすぎてしまったか。なるちゃんの麻痺を取るためにポケセン行って、モンスターボール30個購入。乱獲する気満々。そしてショタを分からせた後。言い方。中途再戦しました。今度は捕まえられるといいな。今回は慎重に行きたいと思っているであります。そして念願の奇襲を捕獲しましたですぞ。しかしニャオハさんはまたしびれてしまいました。いやー嬉しすぎておでこもピッカピカですと。その後もいろいろポケモンを捕まえまして。あのニャオハさんギリギリなのですが。ごめん忘れてた。ポケモン SV が発売してもうすぐ1年も近いですが、あまり見覚えがない新ポケモンもいたりしましたね。あのだから回復してほしいのですが。回復したのですが、なるちゃんが一旦戻ってほしいみたいです。その子その子をぜひ仲間にしよう。かっこいいポケモンになるから。いいでしょう。後々捕まえてない子は手当たり次第捕まえてるしね。それじゃあ捕まえたのでボックスにしまっておきます。悲しい。旅の仲間たちはまた後で考えたいのでその時に入れるかも。お願いします。街のさらに先を進むとポケセンと学校が近づいてきました。本当にここまで来るだけでもやりたいこといっぱいだったな。学校の門に来るとイベント発生。っていうか門かなりでかいな。この扉からこれからの冒険の夢のでかさが伝わりますね。ちょっと何言ってるかわかんない。おい、こそらー。来ましたよ、この時が。何が？さすがにもうそろそろネモちゃんのバトル欲ゲージはかなり溜まってると思います。つまり、サンドバッグです。いや、その辺の怪しいおじさんとか待ってると思うのでその辺で発散してきてください。いやでもこれ完全に戦う流れです。やったー、持つべきものは友達だね。それじゃあこそら、実りある勝負を、しよ。実りある勝負って何？まあ、要するにこうして戦ってるうちに成長した姿が見たいってことかな。
なるほど、妹が成長するのを見るのが嬉しいって感じのことだよね。そんな感じだと思うけど一つ間違ってる。なに？俺は弟だー。こそら強くなってそうだし、今回は2匹で行かせてもらうね。どうぞ。まあこっちは6匹だから。なるちゃんのこの歯で無事撃破。あっという間だった。思った以上に押されてる。やっぱりこそら、いいね。気に入られたみたいです。もう終わらない？メモちゃんはパモを繰り出してきました。相性は全然有利だな。こそら楽しいね。私とっておき使っちゃう。あれちょっと待ってください。なんでしょう。メモちゃんだけずるくない？確かに。でもこっちは6体だからこれでもまだ俺たちの方がずるいと思うぜ。というわけで今作から登場のテラスタルが登場しました。早くなるちゃんにもあのキラキラ追加させたいです。まあ強くなるからな。なるちゃんがテラスタルしたら、喋っているなるちゃんにもキラキラの服着せるルールにしませんか？しません。それにしてもテラスタル中は攻撃も綺麗でいいですね。何はともあれ、テラスタルは早くやりたいよね。テラスタルのポケモンを倒すと綺麗にテラスタルが弾け飛びました。最後まで綺麗だった。という感じで無事にネモを倒すことができました。そしてネモと一緒に学校の中に入ります。中がどうなっているのか楽しみです。街の中は坂とか階段が多いから、一休みして追いかけるね。そういえば意外なんだけど、ネモって体力がないんだよな。そうなんだ、体力無限の元気タイプかと思ってた。俺も。その辺はやっぱりお金持ちのお嬢様なのかもしれないな。なるほどなるほど。というか学校の中に入ったよ。ここを探索するのは大変そうだな。でも楽しそうだね。この人探索する気だ。お店がいっぱいだね。可愛い服が売ってたら、なるちゃんに着せよう。自分で着ろ。いやー、いいですねー。授業より、周りで遊んでしまいそうだ。でもここで青春できたら楽しそう。ここがテーブルシティ、パルデア地方最大の都市。昔から交易が盛んで、新しい技術や知識を求めて、たくさんの人がやってくるの。髪型をいじれる美容室や、お惣菜が美味しいお店もあるよ。こそらは何が気になる？やっぱりなるちゃんに着せる服とかかな。あ、でも美容院だと髪型だね。だから自分が着ろよ。あ、勝負といえば、こそらにもテラスタル使ってほしいんだった。ちょっと手続きが必要だから代わりにやってくるね。大丈夫？学生証とかいるんじゃない？テラスタルの手続きは結構気軽なのかもしれん。という感じで探索したら学校前集合みたいです。これは長くなりそうなのでほぼカットになりそうだな。と、残念ながら今回は時間がなく、短めですが今回はここまでになります。もし少しでも面白いと思ってくださった方がいらっしゃれば、チャンネル登録や高評価、コメントなどしていただけると励みになります。それでは、ご視聴ありがとうございました。次回、伊賀学園生活。まだ旅立たない気かこの動画。さあ今回も、この動画は続くのだろうか。